バモス。どうも、天文の DOG です。本日はですね、マルチグリドルにこの深いタイプが登場しましたので、今までのタイプとどっちがいいのか比較させていただきたいと思います。大きさ以外にも値段だったり付属品かなり変わってきてるんですね。ですので、実際にね、焼き物、そして煮物、鍋物、3つの料理をしてね、どのぐらい違いがあるのか比較させていただきたいと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで本日は JHQ からマルチグリドルのこの深いタイプが出ましたのでご紹介させていただきたいと思います。まずですね、このマルチグリドルというものね、ご存知ない方もいらっしゃるかと思いますのでご紹介しますと、これはね、アルミニウム合金でできた鉄板になっておりまして、シーズニングがいらないんですよね。鉄板ってシーズニングが大変だったりするじゃないですか。なので幅広い方がね、料理に使いやすいものになっております。シーズニングがいらなくて、かつね、このアルミニウム合金がイノーブルコーティングというものがされてまして、全く焦げ付かないんですよね。あ、やっちゃったーって思うぐらい炒めても全然焦げ付かないので、さっと拭くだけで手入れがすごく簡単です。こちらの旧型なんですけれども、重量が1キロということで軽くはないんですけれども、キャンプなんかにも持ち運びが便利で、今じゃね、ほんとキャンプ飯のね、定番になってるんじゃないかなと思います。このマルチグリドルでも人気すぎて、いろんなね、各メーカーさん出してるんですけども、 JHQ というのが一応正規版と言われてるものになってまして、その正規版からね、今回ディープタイプ、深いタイプが登場しましたので、付属品やね、価格ね、大きく違うので、これからご紹介させていただきたいと思います。まずですね、大きさがですね、ご覧の通り違いまして、旧タイプはね、横幅が33センチになっております。新タイプは29センチということで、4センチほどね、短くなっております。その代わり深さがですね、今まで2センチだったものが4センチになってまして、深くなってるんですよね。このマルチグリドル、炒める以外にもですね、煮物であったり鍋物、そして油入れてね、揚げ物なんかもできるんで、ちょっとね、深いタイプのがね、使いやすいんじゃないかって声が多くあったんじゃないかということで、この深いタイプ登場しております。ただ内径自体は4センチちっちゃくなったんですけども、これ実際ね、1リットルの水がこれどっちも入っちゃうんですよ。なので容量的には変わらないよというようなサイズ感になっております。本日はですね、炒め物をして、まあ、どっちが美味しく仕上がるのか、そして煮込みハンバーグ作っています。で、最後にキムチ鍋も作ってみて、まあ、どっちのが使い勝手いいのかなというところまでね、ご紹介できればと思ってるんですけども、今回ですね、値段が結構変わってまして、以前のタイプはね、9130円だったのに対して、新しいタイプは15290円ということで、約ね、6000円の差があるんですよ。これ大きいですよね。ただですね、旧タイプの欠点を全部カバーしてくれたと言っても過言ではないのが、このニュータイプになってまして、この旧タイプ持ち手の部分もめちゃくちゃ熱くなります。なので直接持てないんですよ。ミトンであったり何かかませないと持てなくて、シリコンラバーのこんなようなものが付属しておりました。ただこんなようなものって言っていいぐらいちょっとダサくて、取っちゃってどっか行ってしまいました。取っ手をね、カスタムされる方とかも多くて、私もアチリツキャンプさんがやってるネイチャーアーツという商品をですね、ここにつけて使っておりました。今日はね、一旦外してご紹介なんですけども、今回のニュータイプはこちらのね、しっかりとしたウッドのタイプの持ち手がついてるんですね。 JHQ の刻印もしてあります。そしてね、スッと取り付けができてですね、簡単にこのようにスッと外せるんですね。この辺がね、もたつきがあったら嫌だなと思ってたんですけど、この取っ手はかなり優秀だと思いました。これで取っ手問題解決ですね。さらにもちろん鉄板なんで下も熱くなるんですよ。ですので、まあ、こういったね、五徳とか鍋敷きが必要だったんですけれども、ニュータイプはですね、コルクタイプの鍋敷きもついてきてるということで、もうね、ほんと最初からね、全部揃える必要がないということになっております。で、さらにここが私的には一番嬉しかったのは、これね、持ち運びに結構苦慮するんですよね。スーパーの袋を入れたり私たちは持ってたんですけれども、どうしよっかなーと思ってたのが、このしっかりとしたオールインワンのケースも付属してるんですね。こちら開けてですね、ここにコルクを入れるんですけども、ちょっとね、コルクの汚れがこういうところについてしまうのは残念ポイントだったなーって正直思いました。スポット
はめて、取っ手の部分もサイドにはまりますし、マルチグリドル自体もスッと入ってベルトを通して、ここにもですねチャックついてますので、こういうトングとかね入れとくこともできますし、結構大きなチャックなので付属品ね使えると思います。このケースはねかなり便利ですね。で私ねこの指がちょっと汚れてるの分かりますかね。やっぱ鉄板なんでどうしてもこうやって汚れてしまうんで、今までね裸だったものがこういうケース、そして持ち手鍋式ついてきて、6000円であれば、まあ、そこまで高いものじゃないかなとは思うんですけれども、全部でね1万5000円を超える商品ということで、まあ、安くはない買い物なのかなと思っております。ただですねガス火はもちろん IH も使えますし、普通にね焚き火に突っ込んでも炭料理も使えちゃうんで、ほんと使えないものはないということになってます。しかもですね今まで背面のスリットがですね4方向だったのに対して、ニュータイプは10方向にねスリットが入ってることによって、様々なね調理台にね置くことができますので、フィット感がね増したんじゃないかなと思っています。今まで私はこれがねずれたりするようなことはなかったので、そこまで気にはしてなかったんですけども、これがずれてやだよって思った方はかなりいいんじゃないかなと思いました。実際この後両方にですね1リットルの水を入れてみて、どのぐらいの違いがあるのか、そしてステーキを焼いて煮込みハンバーグをします。で最後キムチ鍋をして、結局ねどっちのがいいのかなというようなお話できればと思ってますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。実際今1リットル1リットルの水を入れたんですけども、ちょっとびっくりですよね。私も試したことなかったんですけども、1リットルの水入っちゃうんだと思って。お鍋とか揚げ物にするのには深さがね4センチになったので、ディープタイプのが使いやすいのかなとなんとなく思っております。その分こっちのね浅いタイプはお肉を焼いた時により均一に焼けるんじゃないのかなと、あとファミリーでねサムギョプサルとかする時はこっちのがいいのかななんて今のとこ思ってるんですけども、まあ実際調理してね試してみたいと思います。今までのタイプでちょっとお肉を焼いていきたいと思います。マルチグリドルはやっぱり油を引かなくても全く焦げつかないんで、さっとね拭くだけで手入れも簡単なんで、もう焼き物に関してはもう抜群にいいのかなと思います。この後ねこっちのディープタイプでも焼いていきたいと思うんですけども、浅い方のがこういうお肉を焼くのはなんとなくいいのかなと思いますね。この辺の持ち手がないとこの全部熱くなるので、持ち手をねわざわざ用意する必要は、まあ昔のタイプも赤いねシリコンのついてたんだけど、ちょっとねかっこいいマルチグリドルなのにあれはどうなのかなと思ってました。繰り返してきます。うわーしっかりとしたね焼き目がついて、やっぱ鉄板で焼いたお肉はねかなり美味しいですよね。実は 4mm あるんで蓄熱性が鉄は高いんでね、お肉がねそれこそジューシーに焼けるんじゃないかなと思います。今日はね国産牛なのでめちゃめちゃ楽しみですね。いってきます。かなりね焼き目がついてねめちゃくちゃ美味しそうですね。で全く見てください、焦げつかないですね、素晴らしい。ちょっとステーキソースもかけていきますね。わお、やっぱこれがキャンプっすね。うわっはは。そのままねこうやってナイフとフォーク使えますよね、マルチグリドルはね。皆さんどうですかこれ。めちゃくちゃ美味しそう。美味しそうだね。ちょっとすいません DOG がいただきます。いただきます。うげえもうステーキ店ですねこれは。じゃあナーさんのためにねこっちのディープタイプでも焼いていきたいと思います。今度はディープタイプで焼いていくんですけど、小ぶりになった分ね安定感が少し増したかなと思いました。スリットがね後ろ10個あるんで、まあ、その影響もあるのかな、少し安定感がある感じですね。こういう小さいねプリムスのシングルバーナーですけども、こういうタイプには使いやすいのかなと思いましたね。じゃあ深いタイプになってちゃんとね焼き目がつくのかっていうとこですね。だいたいこれがね 150g のお肉になってますので、皆さんどのぐらい食べますか。150だと1人前弱ぐらいですかね。なので一度に 150g のお肉がこのぐらいの厚さで 1,2,3,4 枚ぐらいね均一で焼けますので、こっちのね内径が小さいタイプでも全然家族で使えると思います。この深いタイプでもちゃんと焼き目がついてるといいですよね。いきます。うわーバッチリでしょう、美味しそう。これねシーズニングとかしてません。今日初めての使用なんですけれども、全
全く焦げ付いてないですね。これがねマルチグリドルイノーブルコーティングですか。他のメーカーさんのもおそらくね悪くない商品は多いと思うんですけども、やっぱりね製品はね安心して使えますよね。深くなったことで焼き目がうまくつかなかったらどうしようかなと思ったんですけども、めちゃくちゃ綺麗に焼けますね。ほんとよっぽど 500g とかそれこそ 800g のでっかいお肉を焼かない限りファミリーでね十分対応できると思います。最初からこの木の持ち手がついてるのはすごく安心感ありますね。若干この後ろとかね熱くなりがちなので気をつけて触っていただければ火傷の心配はないかなと思いました。さっきこの鉄板を一回避けようと思った時に鍋敷セットめっちゃいいですね。今のところは焼き物に関してほら見てすごい綺麗に焼けてるんで、ちょっとこの深型いいなと今ちょっと思っちゃってます。ではこれ焼いていきましょう。はい、焼けてきましたね。おそらく深いタイプでも焼け具合は変わらないかなと思いますね。うわ美味しそう。いただきます。めちゃくちゃうまい。焼き物に関してはおそらくねこの深くなったからといってデメリットっていうのはなさそうですね。煮込みハンバーグはこっちの方がいいかなと思うんで次行ってみましょう。ごちそうさまです。美味しかったです。手入れもすごく簡単でこれねクッキングペーパー1枚です。もうこれで OK なんですよね。全然焦げつかないですね。ちょっと水入れてねさらに拭くとかなり綺麗に落ちるんじゃないかなと思いました。これが今まで使ってたタイプで、こっちがニュータイプなんですけども、これ初使用ですね。うわすごい。なんか通販番組やってるみたいですね。基本的には本当クッキングシート1枚でかなり綺麗になるんじゃないかなと。すごい簡単綺麗。いいですね。いいですね。もう本当うちはねマルチグリドルばっかりですね使ってるのはね。じゃあ続きまして今度はね煮込みハンバーグを作っていきたいと思います。これに関してはこの深いタイプのおそらく使いやすいんじゃないかなというところで、まずは旧型のタイプですね。あらかじめハンバーグを作っておきました。 D4G お手製のハンバーグになっています。でこちらにハインツの煮込みハンバーグソースで煮込んでいきたいと思います。容量はですね 190g になってまして、この後ね 70cc の水を入れるので 260cc ですね。全部で1リットルこのマルチグリドルは入るんですけれども、お水 70cc ですね。こんなもんかな。これね結構広いんで煮込みハンバーグ作りやすそうですね。あ、なあさん、しめじを今までね煮込み系はこれで作ったことなかったんですけども、かなり使いやすそうですね。しめじをよく売ってるしめじの半分ぐらい今回入れちゃいますね。でマルチグリドルね本当はね蓋もついてればいいなと思ったんですけども、蓋は各種ねメーカーさんが出してるんですけども、正規品というのは存在してないので、こういうねアルミホイルで代用していく感じですね。じゃあちょっと煮込んでいきます。はい、ということでそろそろ完成だと思います。開けてきますね。オープン。おお、これはいいですね。やっぱね33センチあるとこの2つのサイズでもかなり使いやすかったですね。で浅いからといって煮込みに適してないかといったらそういうわけじゃなさそうですね。これも食べるんですけれども、その前にね深いタイプも温めていきたいと思うんですけども、こちらね同様の量になっております。お水で先ほど薄めておきました。こう見るとどうですかね。深さはありますけれども 4cm ね小ぶりになるので、パッと今混ぜてる感じだとこっちの広いタイプのが使いやすかったですね。なんかねこの煮込みとか深さを利用するタイプの料理はこっちの深いタイプのがかなり使いやすいんじゃないかなって正直思ってたんですけども、なんかこうやってねお水と今混ぜてるっていうのはあると思うんですけど、ちょっと29センチだとファミリーで使うのには少し小ぶりかなと。容量自体はね先ほどお見せした通りですね変わらないんですけども、やっぱ幅広タイプちょっと今のところは使いやすいですね。ただ深く煮込めるので味がねもしかしたら浸透するかもしれません。D4Gそこまでわかるかっていうところもあるんですけど、こちらも同様にアルミホイルをかぶせて煮込んでいきたいと思います。はい、ブロッコリーなんかをこんな感じで添えちゃっていただきますね。よいしょ、柔らかい、しっかり火が入っています。いただきます。やばー、これは飛びますね。思ったほかこの旧型の幅広タイプすごく使いやすかったです。じゃあこっちのね深いタイプも煮込んで比較してみましょう。はい、ということでそろそろかな、開けていきます。うわー、こっちも当然美味しそうですね。なんかねソースが結構残ってる感じがしますね。多分こっ
ちのタイプは全体的にね広がってるんで水分が結構飛んじゃったかもしれないですね。食べた時美味しかったんですけど、すごい煮詰まってる、味が濃い感じがしましたね。なるほどな、そういう違いはあるかもしれないですね。じゃあこっち食べていきましょう。あ、その前にブロッコリーを添えさせていただきますね。よいしょ、いただきます。めっちゃうまい。まあ正直味の違いは素人には分かんないですね。ですけどソースはこっちの方のがうまくできたような気がします。そもそもねこっちはデミグラスタイプでこっちはトマトソースタイプだったので味は違うんですけど、なんかこっちの方がソースがうまくいった感じはします。なんとなくだけどね。じゃあさらに水分量が多いキムチ鍋、これを作っておそらく差が出るんじゃないかなと思うので、キムチ鍋作っていきましょう。はい、ということで最後はねキムチ鍋対決なんですけれども、どちらもね居酒屋で言うと2人前から3人前ぐらいの量を持ってみました。深さのあるタイプは鍋使いやすいかなと思ったんですけど、大きいタイプのが見栄え的には僕はいいかなと思ったんですけど、皆さんいかがでしょうか。これにねストレートタイプの赤殻を入れてきますよ。半分半分ぐらい使いますかね。じゃあまずは今までのタイプから火入れをしていきますね。結構煮えたぎってきましたね。オープン。美味しそうですね。野菜からね水分が出るんで、やっぱり 2,3 人前が限界かなって感じですね。わあ美味しそう。わ、結構タプタプだから2人前ぐらいにしといた方が良さそうですね。ということはですよ、こっちの深型にしても結局1リットルっていう量は変わんないんで、使い勝手もしかして変わんないかな。一応こっちもね温めていきましょう。深型も結構煮詰まってきましたね。オープン。美味しそうですね。ただですよ、やっぱり深さがあっても容量が1リットルっていうのは変わらないんで、ちょっとね吹きこぼれたんで、まあ2人前から3人前ぐらいが限界ですし、なんか鍋がしやすいと思ったんですけど、持ってる時からこう煮詰めた時まで変わらないですね。そんな感じがしますね。じゃあ総合的にまとめてみましょう。マルチグリドルのね新しいディープタイプと今までのタイプね比較させていただきましたけど、皆さんいかがでしたでしょうか。正直なところ言うと深型になってね、お鍋とか煮込み料理そういうのがやりやすくなったかなと思ったんですけど、入る容量っていうのは変わらないので、使い勝手自体もそこまで変わらないのかなと思いました。で、焼きタイプにすると今日使ったお肉だとねそこまで差が出なかったですけど、ドーンと大きいお肉とか家族で焼きそばとかですと、今までのタイプのがかえってやりやすいんじゃないのかなという反面もありました。ただね、やっぱり最近ずっとあちくんのグリップをね使ってたからありがたみ分かんなかったですけど、この新しいグリップ最高ですね。今までの赤いシリコンラバーはちょっとね、せっかくねこういう映えするものにあれはちょっといただけないかなっていうところがありました。あと鍋敷き、当たり前のように今日ずっと使ってましたけどすごく便利でしたね。これが標準でついてるのはありがたいです。またこれね今日一度も洗ってないですね。拭いただけかなり綺麗になるので、まあそういった手入れも含めて世の中のお母様お父様使いやすいんじゃないかなと思いました。そして最後はねこんな感じで専用のケースに入れてあげるだけということになってますので、お値段が 15,000円ということで、まあかなりお高い商品にはなるんですけども、 IH ガス火、その他ね炭火にぶっ込んでも OK だし焚き火にぶっ込んでも OK だし、まあそうそうねへこたれるやわな製品じゃないので半永久的に使えると思いました。ですのでこっちでもキャンプでも使えるっていう観点では1台持っておいてもいいのかなと。またですね、今までのタイプに関しても全く使い勝手は正直変わらないかなということなんで、改めて深型を買う必要も特にないのかなと。マルチグリドルはとても使いやすいということでまとめさせていただければと思っております。またね細かい点ですね、気になる点ぜひコメントいただければと思っております。この動画ねよかったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ということでまた次の動画でー。